皆さん、こんにちは。2020年予備試験直前講座として、民法の山当てをやっております。担当いたしますのは、東京リーガルマインド専任講師、竹山修です。民法に関しては、平成30年度予備試験の問題を使うのをやめてですね、ちょっと出題されそうな改正ポイントを簡単に講義していきたいと思います。画面を共有いたします。で、ここにある通り、債権法改正で確認してほしい点ですね。これを見ていきたいと思います。で、これ、例えばね、債務不履行がありましたよ。典型例がですね、買い主がお金を渡したのに、売り主が物を渡してくれない。こんな時に何ができるかというと、もちろん履行請求はできますよ。履行請求の他に、債務者に期責事由がある場合は、債務不履行による損害賠償もできるし、解除もできるし、反対給付の履行拒絶も可能。一方、債務者にも債権者にも期責事由ない場合は、債務不履行による損害賠償は不可能だけど、解除は可能。で、反対給付の履行拒絶は可能。債権者が悪くないときは、債権者主義にならない。債務者主義になる。そういった改正ですよね。で、債権者に期責事由がある場合は、当然債務不履行による損害賠償もできないんだけど、解除もできない。債権者が悪い場合は債権者から解除ができない。これ改正ポイントですね。反対給付の履行拒絶は債権者主義で不可能になります。まずこれね、旧民法で慣れてる方確認してください。特に解除。債権者に期責事由がある場合は解除ができないというのはね、意外と忘れがちなので、注意していただきたいです。で、あとね、売買契約では、目的物の引き渡しにより危険が移転します。これが567条1項ですよね。567条1項をご覧ください。これね、本当に忘れがちなんですよ。改正民法で学んでる方もちょっと見落としがちな条文なんですが、めちゃくちゃ大事なので、注意してください。567条1項ですね。売り主が買い主に目的物、売買の目的として特定したものに限り、以下この条において同じを引き渡した場合において、その引き渡しがあった時以後に、その目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、または損傷した時は、買い主はその滅失または損傷を理由として、履行の追加の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合においては、買い主は代金の支払いを拒むことができない。目的物の引き渡しにより危険が移転するということになります。例をご覧ください。A は B に自動車を100万円で売り、 B に引き渡したが、その後第三者が自動車に放火をし、自動車が滅失した。このような場合は、 B は A に滅失を理由とした損害賠償請求や解除なんかができないということになります。よろしいでしょうか。次ですね。買い主が履行を拒んだ、また履行を受けることができないとき、これも同様になります。で、これは有償契約への順位はあります。567条2項をご覧ください。売り主が契約の内容に適合する目的物を持って、その引き渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買い主がその履行を受けることを拒み、また受けることができない場合において、その履行の提供があったとき以後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって、その目的物が滅失し、また損傷したときも前項と同様です。これも599条で有償契約の順位があります。例ご覧ください。A は B に自動車を100万円で売り、期日に B に引き渡そうとしたが、B は駐車場が手配できないと言って受領を拒んだ。その後第三者が自動車に放火をし、自動車が滅失した。この場合は、B は A に滅失を理由とした損害賠償請求や解除等ができないということになります。受領拒絶の場合はこのような結論になります。本日はですね、債権法改正で最後にチェックしていただきたい点でした。ぜひね、本番も頑張ってください。お疲れ様でした。